はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ハエがいっぱい出てくるかと思った。ミンダナオ3回目というのは3セット目のことですね。そうそうそう、3セット目。あ、3セット目まで突入するのはなかなかないよね。そうね。いや、もう3セット目埋まんとよね、普通。埋んでない。もう捨てて終わりみたいな。あ、基本的にはもう最後の見えとうね、太いのが。やばい、育った。いい感じにね。あ、ここプクプクいい感じじゃない？ん？あ、これはミンダナオ幼虫割りだ。うん、ミンダナオ。すごいね。大きかったな。えらいプリプリ感。もうメスやね、それは。三例の。三例中期ぐらいになってない、これ。あ、その手前にもしよう。あ、それがオスと間違えるやつね。いや。もうここまでボディがついてきとったら違うか。うわ、立派やね。それで分かりやすい。それがメスの三例で、うん、これがオスの二例。はい、オスの二例。はい、わあ、全然ボディはでかいけど頭がまだちっちゃいね。すごいね。どの状態で剥けるじゃろうね、ポリッとね。これ仮面はどこで描いちゃうの、これ。不思議やね。これが三例のメスで二例のオス。ほんと体の大きさ変わらんね。落とすなよ。はい、そうね、締めていかんといかんって。三頭思ったより出とるね。もう4個目開けようちまた4頭目出ちゃう。うん、あ、危ない。危ない。おお、大きい。なんか危ない。元気がいいね。メス生きとっちゃう、まだ。よう座れになったね。もう数機も姉ちゃんが。ちょうだい。足りんやったと。すごいよ、5頭以上出た。3センター3つちょうだい。はっ、もう出るさ。みんなのって結構取れとったよね。でもマットでしたね。マットでいったんだよね、今回マット。そう、6月全然起きなかった。6月19日のその謹慎入っとるみんなのは一緒やろ。え、これやろ。うん、うん、うん、一緒一緒。禁止にも入れとるね。禁止に入れた。禁止にも入ってない。あ、こっち、うん、一緒一緒。これが2回目。これが1回目、これが2回目。1回目、2回目、これで3回目。3回目。うん、もう1回目のはもう洋室作っとったね。うん、1回目のメスはもう洋室作っとるね。こんだけでもこう期間をずらしてくれるとありがたいっちゃありがたい。まあね、でも1回目マットで行ったけどな。大きくなられたね。全然大きくなってないよ。やばい。やばい。やばい。7センチとか見れるかもしれん。ああ、そうだね。国産平田並みが見れるかもしれん。7センチって言ったらね、需要ある？需要ないよ、そんな。ないね。相撲でも7センチ級とかないしね。うん。イベントで需要あるかもね。みんなほら、休めのやつを複数買いたい人が多いけんさ。そうね、うん、そういう人にはいいよ。まあ、ミンダナオの1800円とかね、買う側の人はいいかもね。うん、で俺らもいいよ、1000円超えれば。開けとこうか、うん、小さい。もう熊よ、もう組みません。もうご隠居部屋。もういいよ、卵ないもんだって。老人ホーム、うん、やめとこう。おお、でも最後に8発も。あっとおった。おっとおった。何個かな、ほらね。うん、大きいけんね、思ったら。そうね、もうメスも産む気ないならね。さっきの一番小さいのが一番末やろね。あ、これかな。
元気がいいけよかったな。以上です。最近またあの水虫なくなったね。水虫って何？水病みたいな。ああ一時すごかったよね。マットのせいか何のせいかよく分からんけどね。透明になるやつやろ。うん、ずっと続きよったもんな、あの時ね、うん、今はそんなないね、あんまり。よし、それでは、ウィンダナオのセット3回目。3回目はぁ、よう産んでくれました、ハット。1枚だし、はぁ、ちゅうたはぁ、ちゅうた自分、意識ない。あ、そう、意識がない。はい、それでは、ご視聴ありがとうございます。